皆様お待たせいたしました。それでは、オープンソーシャルパネルディスカッション開始させていただきたいと思います。改めまして Google の及川でございます。本日長いことのお付き合いありがとうございます。でこの、パネルディスカッションでは私含め後ほど自己紹介していただきますけれども、トータル4人の、パネリストによりオープンソーシャルおよびソーシャルウェブ全般についていろいろお話をさせていただきたいと思います。で、ちょっとまず最初にお聞きしたいんですけれど、オープンソーシャルのアプリケーションをもう書いているよっていう方どのぐらいいらっしゃいますか？お、パネリストの皆さん喜びましょうこの会場に限って言えばすごい普及率だと思いますあとソーシャルウェブ実際例えば Facebook だとか Twitter とかもかなりヘビーに使っているっていう自負のある方ってどのぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。で今申し上げました通り、ちょっと趣旨としてオープンソーシャルをコアとして、それだけではやはりソーシャルウェブって語れないところありますので、少し周りのいろんな要素等を含めて今日はお話しさせていただきたいと思います。であと私どもの方でいくつかテーマも決めておりますし、流れも決めてはいりますけれども、予定調和の形を取りたくありませんので、皆様の方でどういったような話をしたいか、意見を言いたいかというところ、何回か会場の方にも私の方からお声掛けを差し上げますので、もし何か意見ですとか質問がありましたら手を挙げていただきましたら、係の者がマイクを持って向かいますので、どんどん割り込んできていただきたいというふうに考えております。ぜひともインタラクティブな形でこの盛り上げていきたいというふうに考えております。ではまずパネリストを紹介させていただきます。ここに出ている4名になります。じゃあ左の方から簡単に自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。ミクシーの川岸と申します。私の方はですね、ミクシープラットフォームのですね、全体的なですね、戦略の、検討であるとか、もしくはそのミクシーアプリにおいて言えばですね、今日基調講演で笠原がご説明をさせていただいたところもあるんですけれども、デベロッパーの皆様のそのビジネス支援のですね、スキームの検討であるとか、あとはその実際に作られる方々とのですね、外部私どもから見れば外部の接触ですねを担当させていただいています。でミクシーとしましてはですね、オープンソーシャルのコンテナとして、4月8日にオープンベータ版を公開して、明日ですね、モバイルの、これはパートナー、企業さんに限りですけども、ベータ版を公開すると、そんなようなタイミングになっております。今日はよろしくお願いいたします。リクルートの川崎と申します。メディアテクノロジーラボというラボを3年ほどやってるんですけれども、そちらの方でチーフアーキテクトとして働いております。リクルートではマッシュアップアワードというウェブサービスのウェブアプリの開発コンテストをやっておりまして、その担当をしております。でオープンソーシャルについてはリクルートでもこれは積極的に取り組むべきだということで、比較的早い段階から私の方で社内の方を接触しまして、コンテナの実験を行ったりアプリの実験を行ったり、いろいろな取り組みを行っております。そのため今回ちょっと呼んでいただいたのかなと。で、我々は今日のセッションとしては、リクルートという会社はコンテンツプロバイダー、あるいはオープンソーシャルのアプリケーションのプロバイダーとしての立場で、ミクシーさん、グーホームさんへのアプリケーションを提供していく立場、ディベロッパー代表というか、そういった形の立場で話していければなと思っております。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 NTT レゾナントの北村です。私は本日基調講演でもご紹介させていただきたい、いただいたんですけども、グーポータルサイトのグーの SNS であるグーホームの技術企画を担当させていただいております。グーのソーシャル化に関しては、最初の時点から僕がポータルサイトはソーシャル化すべきであると。で、ソーシャル化っていうのは、その時に当時はソーシャルウェブという言葉はなかったんですけれども、どんどんインターネットってのはソーシャル化していくであろうということを予測して、そのグーホームという
サービスを企画していたんですけれども、まあ、ちょうど我々がリリースするタイミングでオープンソーシャルという企画も同時に出てきて、まあ、これは乗るほかないなという形でオープンソーシャルに関わってきました。でオープンソーシャルに関しては、まあ、コミュニティがあってそこで使用策定とかされているんですけども、まあ、おそらく日本人では唯一僕は使用採用されたことがありますということと、リファレンス実装で心理学というのがあるんですけども、そちらにも、コードを提供させていただいています。そんな感じの関わり方をしています。よろしくお願いいたします。で私はイッカーの方は Google なんですけれども、 Google としましては、コンテナ自身オープンソーシャルのコンテナも、多かったと言われている、一部の国で非常に普及している SNS を出させていただいておりますし、あと、その iGoogle 等のコンテナ化も進めているという立場と、もちろんそのデベロッパーという形でもあるんですけれども、今回のパネルにおきましては、あくまでもモデレーターという形で、他のパネリストの方から Google としての意見というもの、もしくは会場の皆さんから意見を求めない限りは基本、司会進行、議事進行の方に務めさせていただきたいというふうに考えております。では、で今の席順分かりやすいにちょっと書かせていただいております。でディスカッションなんですけれども、先ほど申し上げました通り会場からも積極的なご参加をお願いしたいということで、テーマ、ソーシャルウェブということで、まずどういうような展望ですかお考えを持っているかということを各パネリストの方に聞く形から進めさせていただきまして、次にソーシャル化、例えばオープンソーシャル対応しようといった時の課題、技術面ビジネス面2つあると思います。そこについて話をさせていただき、最終的に今回のパネルディスカッションのゴール、私どもパネリストの野望というのは、ここの部屋を一歩出たら出席されている方、参加されている方がもうオープンソーシャルのアプリケーションを書きたくて仕方なくなるというのがゴールですので、そのためにはどういったような、普及の仕方、そのモチベーションの上げ方があるかというところ会場全体で盛り上げていきたいと考えておりますので、そういった話をして、クロージングしたいというような大きな流れで考えております。ただ先ほど言いましたように、必ずしもこの流れではなく、いろんな形に脱線することも大歓迎ですので、皆様方の積極的なご参加をお願いいたします。では最初のテーマ、ソーシャルウェブというところで、まあ、先ほど聞きましたけれども、結構多くの方、この会場の方はオープンソーシャルも開発されていたりですとか、いろんな SNS とか Twitter 使われているということです。でただ、ソーシャルウェブもしくはオープンソーシャルといったときに、もう SNS というようなものがかなり頭に染み込んでしまっているんじゃないかなというものがあります。でオープンソーシャルを、今回その、コンテナ、CP コンテンツプロバイダーコンテナというような立場ですけれども、多分いろんな側面でオープンソーシャルを捉えていらっしゃいますし、各社のそういった戦略もあると思います。そこら辺からまずいろいろ紐解いて話を広げさせていただきたいなというふうに考えております。ですので、でしたらちょっとまず最初は、ミキシの、川岸さんの方から、ソーシャルウェブというものを考えたとき、どんなような形、そのミクシーさんはオープン化ということを言われていますけれども、どんなような展望を抱かれているかというところをまずお話しいただけますか。はい、まあそうですね、まあ、ミクシーは、まあ、僕らは、まあ、SNS だと思ってますので、まあ、ジェネラルの SNS と思ってますので、まあ、SNS としての、まあ、立場で申し上げたいと思いますけれども、まあ、ソーシャルウェブ、まあ、やっぱりソーシャルっていうところが、まあ、なかなかこう概念として難しいというか、まあ、今日、ここの部屋で及川さんがソーシャルウェブについて、語っていただきましたけれども、まあ、あのあたりをですね、まあ、分かるというか、まあ、理解していただくというのは非常に僕らとして苦しんでいるところがありますと。で、まあ、日記をベースにこうコミュニケーションを伸ばしてきた中で、まあ、ソーシャルっていうのは何なんだろうというのは、まあ、僕らも勉強してますし、まあ、逆にその僕らがこう、SNS のコンテナとしてオープン化していく中で、ソーシャルアプリケーションを作ってくださいねという、まあ、そういうチャンスがありますよというお願いをいろいろな方にさせていただいてますけども、まあ、そのソーシャルアプリケーションって何なのかというのは、まあ、非常に難しいテーマなのかなというのを思っています。まあ、その中で、僕ちょっと答えになっているか分からないですけども、僕らが思っているのはやっぱソーシャルって、まあ、ソーシャルグラフという、まあ、ミクシーでいうとマイミクシーという友人関係、友達関係を反映したソーシャルグラフがあるんですけども、まあ、これをうまく活用したものが出てくると面白いんじゃないかなと、まあ、それがまあ、ミクシーでいうソーシャルウェブという、まあ、ソーシャルウェブ化というか、まあ、ソーシャル化というところにマッチするんじゃないかなと、そんなふうに考えています。
つまり、基調講演で笠原さんがおっしゃってたみたいに、最大の SNS である、ミキシーさんの資産であるソーシャルグラフを使ったそのソーシャルアプリケーション、結構その皆さんが考えていらっしゃる王道のソーシャル化っていう形ですね。で、一方、グーさん、北村さんの方も基調講演の時少しお話しいただきましたけど、結構それとは、何でしょう、だいぶ違った見方でソーシャルウェブを捉えていらっしゃるということで、そこちょっと紹介していただきますか。はい、ですね、もともと僕がグーでソーシャル化を進めたいなと思ったきっかけっていうのが、SNS のソーシャルグラフっていうのがリアルな例えばつながりだとしたら、それはどこでも適用できるんじゃないかなという発想からスタートしました。例えばメールのアドレス帳 と、メッセンジャーのコンタクトリストってかなり近いんじゃないかな。でそれと同じように、例えばカレンダーでスケジュールを共有する相手っていうのも、実はリアルな生活でつながっている人であれば必ず近い人が選ばれるのではないかなと。そう考えたときに、実はそのソーシャルグラフっていうのはそのユーザーについて回ってもいいものなのではないかなと。そう考えたときに、ポータルサイトで例えばさまざまなサービスを持っているポータルサイト上でそのソーシャルグラフを全体で共有する、そしてそのポータルサイトの各サービスで同じソーシャルグラフを共有してうまいことこう連携すると、非常に面白いものができるのではないかというところからスタートしています。なのでもともとそのソーシャルアプリケーション、このガジェットみたいなものを埋め込むっていう発想はもともとなかったんですけれども、Facebook のようなサービスがまずそこからスタートしたということで、こういうやり方もあるのかと、むしろ逆にそういうところで感心したぐらいなんですけれども、なので基本的にはソーシャルグラフをこう共有してサービスの集合というか、そのソーシャルグラフから外に広がっていくっていうイメージですね。内側にこう集めてくるというよりは、そういった形の発想を持っています。なので本日の基調講演でお見せしたデモでも、ガジェット単体でこう動くものよりはスタートページとして外のサービスに飛んでいくイメージの方が強くグーホームは出しています。そんな感じですね。ということで、そのソーシャルポータルっていう形でもうこう、ミキシーさんがそのオープンっていうのも、その今までの SNS をオープン化していくっていうところですけども、ソーシャルポータルっていうところは本当にそのポータルで初めからもう見えてるところを、そこにソーシャルなこう味付けをしていくっていうようなイメージ。そうですね、先日5月21日にオープンソーシャルの対応を含め、リニューアルを行ったんですけども、その時にこれまでグーホーム一応何でしょう、説明用にというか分かりやすくするために SNS という言い方をずっとしてきたんですけども、これからはソーシャルウェブポータルですという言い方をさせていただきました。というのはただの SNS と言わないと、ユーザーさんに分かりづらいという部分ももちろんあったんですけども、やはり我々としてはかなり先進的なことをしているという自負もありますし、そのコンセプトとして我々がそのソーシャルグラフをさまざまなサービスで活かせる形で提供していけるものを目指すというところを示したかったというのがありますね。会場の方、マイク忘れてました。会場の方、ミキシーさんのやつはいわゆる SNS なんで、すぐイメージ湧くと思うんですけれども、グーホームさんの今北村さん言っていただいたソーシャルポータル、ウェブポータルって今のお話で大体イメージ分かれました。もし、必要でしたら少し画面等を見せていただいて、もうちょっと説明していただくこともできますけれど、大丈夫ですか、説明聞きたいという人。微妙な数ですね。しょうがないな。じゃあ30秒与えます。ちょっとスクリーン映してもらって、グーホーム実際にこう画面を見ていただきたいんですけども、もともとこの間のリニューアルの前まではですね、このグーホームっていうのはグーの中にあるサービスのみがソーシャル化したものでした。それが今回ですね、リニューアルによってちょっとご覧いただけると、ここにハテナブックマークのアイコンですとか、Twitter とか、今日ご紹介したフォトメモ、それから YouTube だとか Flickr といったような外部のサービスのアイコンが出ています。これは何を意味しているかっていうと、最近人気のあるフレンドフィードのようなサービスで、外部のサービスのフィードを取り込むことで自分のアクティビティストリーム、つまり最新情報にフィードを取り込んでくることができるんですね。なのでここを起点にすれば、その自分が扱っているサービスっていうのを集約することができ、さらにそれを友達に広げることができるので、ここを起点としていろんなサービスに飛んでいくことができると。でもちろんこの中に Google のサービスも含まれていますので、そういった形でソーシャルウェブポータルといったことになっています。さらにここには、ガジェット
ソーシャルなガジェットっていうのを埋め込んでいくこともできますので、この中でグーホームの中でソーシャルっていうことを体験することもできるといった形になっています。なるほど、分かりました。多分画面見られた方が皆さんも少しイメージ分かれたのかなと思います。アクティブストーリーが真ん中にあり、プラスまあ今までの従来のポータル的なところも残りという形かなと思います。で、川崎さん、お待たせしました。CP の立場、コンテンツプロバイダーの立場から、そのソーシャルウェブ、ソーシャル化っていうところに対する思い、見方っていうのをちょっと教えていただけますか。はい、そうですね。ソーシャルウェブっていうのは、ネット上のサービス向上に必須な機能というか、仕組みなんではないのかなというふうに思っています。リクルートでもこれまでたくさんのサービスを、ネットのサービスを作って、進化させてきたわけです。結婚関係ではゼクシーとか、旅行ではジャラン、飲食でホットペッパー、知らない方もいるかもしれないですけど、これらのサービスはリクルートが提供してまして、それらのサービスをどんどん進化させてきているわけですね。で、その中で昔は雑誌、紙にあった機能をネットに移すっていうのがまあ第一ステップだったわけですけれども、その後マイ機能的なもの、自分個人個人に思考に合ったもの、あるいは貯めていく機能とか、そういったものがついてきたわけです。で、まあ、そこまではまだ会社、コンテンツプロバイダーとユーザーの関係は1対 N という感じなんですけども、ソーシャルウェブだとそこから友達経由で情報がつながって伝播していきますので、リクルートが接点を持てる人が1対 N でなくて1対 N 対 M というか、オーダーが N のオーダーでなくて、まあ、N の2乗のオーダーとかもっと大きいものに広がっていく、そういったバイラルを活用できるプラットフォームっていうのが今回ミクシーさん、グーホームさん期待している点です。で、それらの機能を、まあ、マイ機能とかは自社で作り込んでいるんですけれども、その次のステップでさらにソーシャル的な機能が我々は必要だと判断しているわけですが、全ての機能を全てのところ、その我々の持っているサービスで作り込むっていうのはすごくコストがかかりますし、ユーザーさんも何回もパスワード登録をしなければいけないとか、非常に面倒があると思います。まあ、そういった全てのパスワード登録から、その友達のソーシャルグラフを作る機能から、全て毎回毎回各サービスごとにやるんではなくて、オープンソーシャルっていうプラットフォームに乗ると、まあ、そういったものを低コストに導入できると。リクルートで一から全てを自社内で作り込むわけではなくて、既存のプラットフォームを使って、その中で我々が得意とする分野、結婚ないし旅行ないし飲食という分野で、我々の提供すべき価値を提供していく、そこにフォーカスできる点は ありがたいですね。まあ、そういう意味で、まあ、参入がすごく敷居が低くなっている、それによって、まあ、低コストってやることによって、まあ、多様なサービスを提供できるのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。なんか会場の方、ご意見とか質問とか今までのところでありますか。パネリストの方も何か質問あったら相互にどんどん割り込んでいってもらって構わないです。なんか遠慮している感じが、あ、はい、どうぞ。ありがとうございます。いいですか。一つその、コンテンツの方で見たときに、先ほどの北村さんの話からちょっと思ったんですけれど、ソーシャルグラフのポータブル化っていうのがあるかなと。で、グーホームさんの場合にはもう完全にスタートページなので、おそらく自社でソーシャルグラフを持っている必然性がなく、先ほどいろんなフィードを取り込めるところのフィード元っていうところのソーシャルグラフがいくつもあるところを自分のところに集約するっていう形を取られていると。合ってますか。いや、あまり合ってない。ソーシャルグラフはやっぱりその持ったもん勝ちだなっていうところがあるので、それはミクシーさんにはかなわないですね、今のところは。なので、まあそこは例えば勝手に持っていっちゃうっていうのもどうかなっていう部分はあるので、例えばユーザーさんに、あなたこの人と友達だよね、あのサービスで、だからうちでも友達になってよみたいなやり方でうちの中で広げていくっていうことは検討していますけども、他のものをそのままうちに取り込むっていうところまで今のところはまだ考えてはないですね。その辺はモラルの話になっちゃうのかなと。川岸さんにも、ぜひ三吉さんにも聞きたいんですけど、そのオープンっていうところも線引きが難しくて、で多分、北村さんとか立場でなんか切り込みできるかなと思うんですけれど、やはり今言ったみたいに守るべき資産っていうところがあると思うんですよね、三吉さんにしても。でどっから先までは自分のところでやはり抱えて、外にはこう公開しにくい、ここまでは入ってこれないっていうところと、もうどんどん積極的に出していくと、まあ、SNS って極端なことを言うと、インターネットの中にあったけれどもファイアウォールというかウォールガーデンがあるような形で閉じられた世界だったところがあって、今回のこういったソーシャル化ですとかオープンソーシャルっていうものでそこをこう開いていく、まさしく三吉さんの言われているオープン化ってそれだと思うんですけれど、まあ、
こう自分のところが最大の SNS であるときにどこまでそれをオープンにしていくということを考えていらっしゃるか、まあ、その先にどういうのが見えているかというところを聞きたいんですけれど、はい、そうですね、まあ、端的に言うと、まあ、僕らのコアバリューはソーシャルグラフだと思っていて、まあ、それを裏返して言うとソーシャルグラフ以外のところは、まあ、全部オープンにしてもいいかなという感じですね。ソーシャル、まあ、今回のそのミクシープラットフォームとかミクシーアプリっていうのは、まあ、ソーシャルグラフをまあオープン化するって言ってるんですけども、要するにミクシーが持ってるソーシャルグラフを自由に使ってもらえるっていう、まあ、そういう位置づけになってます。で、僕らの仕事はソーシャルグラフを育てることであって、ソーシャルグラフを、活用して自由に、いわゆる経済活動していただくっていうか、まあ、設けてもらうと、まあ、そういう場を提供していくっていう、まあ、そういう切り分け方ですよね、まあ、そういうふうに考えているので、まあ、まあグーさんからすると、まあソーシャルグラフを借りる、まあそれはそれでもいいのかなとか、まあ、まあ結果的にそのミクシーのソーシャルグラフがフィードバックされてきて育っていくのであれば、僕らはそれでいいと、まあそういうふうに考えてますね。はい、なるほど、分かりました。よろしいですか、何かコメントとかあればぜひ教えてください。でしたらちょっとまあ、多少続いているところあると思うんですけれど、じゃあ、いろんな形 の、 そのソーシャル化されたウェブというものが、まあ、例えばオープンソーシャルのコンテナでもあると、まあ、どんどん増えてくるというところで考えたときに、実際にじゃあソーシャル化を進めようというときにどういうところに困っていて、どういうような解決策があるかということをちょっと考えてみたいと思います。で、先ほど言いましたようにビジネス面、技術面というところがあると思います。例えば先ほど皆さん何人か手を挙げていただきましたし、もしくは手を挙げていない方でもオープンソーシャル対応したいっていうふうに開発でされる皆様自身は思ってたとしても、会社としてそこまでまだ踏み込めないとか、そういうのも経験あるんじゃないかなと思うんですけど、例えばそういったようなことで困ったっていうような経験ある方いらっしゃいますか。自分としてはぜひ作ってみたいんだけど会社としてはまだまだ様子見なんだけどとか、そういうのは全然いない。素晴らしい。分かんない、じゃあいるという前提で考えてみましょう。で、これ川崎さんにぜひ聞きたいんですけれど、まだまだ川崎さん の、 そのリクルートさんがオープンソーシャル対応っていうのも、去年の、Google デベロッパーでもキーノートのところにご登壇いただいたみたいに、もう正直まだ全然先は見えないところからかなりコミットしてやられてたと思うんですけど、社内ではそういうところにはどういった形でそのオープンソーシャル対応っていうのが早い時期から進められるようになっていたんですか。そうですね、まあ、私ラボなので、比較的そういう新しいものをいろいろ取り組むっていうのもラボの任務でもあるので、比較的やりやすい立場でもあったんですけれども、まあ、正直全社でどれだけコミットできるかっていうのはまだ皆さん課題ないとおっしゃるんですけど、リクルートでは正直まだ課題はありますね。なぜって言えば、まだ日本ではコンテンツプロバイダーのビジネスモデルと確立したものがなくて、もちろんまだサービスが正式なもので、誰でもお金が稼げる状態にはなってないからと、日本ではそういうのもあると思うんですけれども、まだまだ日本ではビジネスモデル確立してませんから、リクルート先日ミクシーさんのカンファレンスでリクルート30本のオープンソーシャルのアプリケーションをリリースしますということをうちの局長が宣言したんですね。今現場は大変でみんな頑張ってコツコツ作ってるところなんですけれども、まあ、正直30本やるっていうのも、まあ、前者的なものもというよりは、まあ、ラボが先導してこういうのを次はやっていくべきだということを先導して、社内啓蒙というのも含めてやっていたりします。30本の投資はそれこそこ正直かかりますけれども、まあ、回収できる見込みは今のところありません。まだわからないんですけど、まあ、それはやってないから、誰も確立してないからわからないのであって、まあ、リクルートもチャレンジしている段階なんですね。で、30本やると、まあ、どのくらい当たるのか、どういうやり方をすれば当たるのか、まあ、どういう方程式が立てられるようになると思うんですね。その後の段階で、全社的にどれだけ本格的、オープンソーシャルについてはどれだけ本格的にというのはあると思いますね。だ、課題としては、まだ、こうやるべきだと経営判断がすぐできるようなビジネスモデルが確立されてないっていうところは、リクルートでは皆さん課題になってないとおっしゃいますが、リクルートではまだ課題になってますね。なるほど。まあ、ただ多分リクルートさんとしてはそこはやってみないとわからないんで、実験を通じてその公式みたいなものを見つけたいというところが、その早くから対応されている理由なわけですね。
なるほど、分かりました。で、まあ、会長の方困ってないって言ったけど、困っているという前提で、そのマネタイズ、まあ、ビジネスモデルですね、今出てきたところ。じゃあ、例えばミキシーアプリとしてやった場合、多分普通開発にはコストかかりますから、コストの、その採算取れるというか、リターンがどれだけあるのかということを考えたり、メリットは何があるのかということがあって、それが具体的にはもうお金であったり、まあ、それ以外のものであったりすると思うんですけれど、じゃあそこは今度は、先ほど、2つの違う形のコンテナ、そのソーシャル化ということを考えているコンテナベンダーのミキシーさんとグーさんの方に、じゃあ開発者、開発された場合にその企業に対してはどういうメリットがあるかというところをちょっと紹介していただく形を取りたいと思います。じゃあミキシーさん、はい、プロジェクターはい、じゃあ会議室さんのやつを、はい、ですね、まあ、ミクシーとしてというか、まああのまあ、SNS 上で、アプリケーションを展開するというのは、まあ、端的に言うとここに書いてあることかなと思ってます。でこれはあのキーノートでもあの笠原が説明していますけども、あのマーケティングコストが、まあ、かからないとか極小化できるっていうのを考えてますと。で、まあ、いろんな場所にですね、皆さんがそのアプリケーションを作って提供することができるわけです、まあ、今日Android の話もありましたし、まあ、そういう場も含めていろんなマーケットでアイデア勝負できると思いますけども、 SNS の特徴というのは、まあ、こういうそのマーケティングコストかからないというところが特徴で、まあ、僕らはそのアイデア一本で勝負できるフラットなマーケットだなというふうに思ってますと。で、その上で、いや、まあ、とはいうものですね、まあ、広まったから儲かるってものでもないので、広まったものに対してその回収できるスキームっていうのはやはり用意していきたいなと。でここはまあ、Facebook、まあ、一番大きいそのアプリケーションのプラットフォームを提供している Facebook、まあ、単体では Facebook 等も含めてまだまだあのご用意できてないところ、まあ、この間課金のプラットフォームも用意されたりはしてましたけど、まあ、そういうところの中で、まあ、ミクシーとしてはかなりあの最初からこのコンセプトとして出してきたところかなと思っていまして、その広告をレベニューシェアする仕組みであるとか、まあ、課金のプラットフォームを提供して、できる限りですね 80% をお戻ししようと思ってますけども、そういう形でそのマネタイズをご支援させていただくというような形をですね、なるべく早い時期で提供していって、マーケットとして育っていくというか、まあ、ミクシーだけではなくてですね、皆さんもこう稼ぐというか、マネタイズできて、このマーケットを育っていくというような形にやっていきたいというところですね。まあ、ちょっとファンドの話はちょっと割愛しますけれども、この3つのスキームで僕ら取り組んでいって、まあ、一緒にマーケットを作っていきたいなという、そんなように思っています。じゃあ、グーさん、はい、ですね、今オープンソーシャル対応するというかしているコンテナというのがグーとミキシーさんしかないので、あの単純にこう比較してしまうとミキシーさんはすごくこう儲かりそうなイメージが大変あると思うんですが、それに比べると、まあ、グーホームとしてはユーザー数もそれほど多くないですし、あの まだあの広告こうできますとか1ページビューいくら上げますとかそういう話は全くしてないので、あのちょっと気が引ける部分はあるんですけども、まず1個コンセプトが違いますということが1個あります。ミキシーさんの方、まあ、個人的な印象なんですけども、 i アプリですとか i モードみたいな、あのなんでしょうね、やっぱりユーザー数をベースにした部分を武器にしている印象を受けているんですけども、グーホームの場合はもうちょっと、ポータルとしてあのトラフィックを上げますというような、立場、うん、上げますというとちょっとあれなんですけども、うまく強調できる関係を作っていきたいなと思っています。なのであの例えばガジェットを作ってグーホームの中だけで遊んでくださいっていうつもりはあまりなくて、むしろグーホームを入り口にしてあのいろんなサービスに飛びやすいようにユーザーさんも喜ぶし、でそこからつながっているサービスプロバイダーさんも喜ぶというような仕組みを理想にしています。であの、まあ、もちろんそういう悠長なことを言っているとあの誰もガジェットを提供してくれないので、もちろん我々もあの広告のことですとか、マネタイズに関しては検討はしています。またあの課金 API についても一応検討はしています。ですので、方向としては
そうですね、ミクシーさんとはちょっと住み分ける形にはなると思うんですけども、ガジェットという意味ではあのミクシーさんのやり方っていうのも内包する形であるので、なるべく負けない形で提供できればいいかなとは思っています。はい、簡単に整理すると、まあ、基本的にはダイレクトなマネタイズというところの広告と課金モデルと、あとはそのトラフィックを、供給することによる、まあ、非直間接的な形で貢献、そのコンテンツプロバイダーさん、監視者さんに貢献するという流れという形だと思います。でしたら、その次にちょっともう少し技術面、まあ、実際のプログラムの書き方というわけじゃないんですけど、その前のところで、我々そのオープンソーシャルのじゃあアプリケーションを書きましょうっていうふうにいろんな方々にお話をしたりすること、まあ、この3人ともきっと4人ともあると思うんですけれど、 OK やりましょうって言った後に、で何をやればいいのっていうところが結構あると思います。ソーシャルアプリケーションって言われてソーシャルなこう味付けをするといいですよと言われても、自分の持っているコンテンツがどうやってそういったソーシャル化できるかっていうところがなかなかすぐにイメージ湧かないっていうことがあると思うんですね。ですのでちょっと今回その話題を3人にお話ししていただきたいと思います。で考えたんですけれど、こういろいろアイデア出してもらうよりももっとタスクを与えてそこでひねりを聞いた答えをいただく方がいいかなと思いましたので、例えばコンテンツで人を集めているサイト、ざっくり言うと例えばニュースサイトというのがあったとしますと、でこのニュースサイトさんがミキシーがオープン化された、グーホームの上にガジェットを置ける、何かやろうって考えたときに、例えばじゃあミキシーさん、グーさんならば、そういったパートナーさんにお話しするときにどんなアイデアを持っていって、自分が一開発者としたらどんなものを作るかっていうところ、あとは川崎さんはまさしくそういう立場、まあ、そのニュースサイトうんぬんというのはちょっと企業としては違うかもしれませんけれど、開発するという立場ですので、例えばニュースサイトがアプリを書きたいといった場合、どんなようなアイデアを出していくかっていうところをちょっと教えていただきたいですね。じゃあまずは、どうしようかな。じゃあ今度こちらから。はい、例えばじゃあニュースとしたら、まあ、うちは先ほど言ったようにトラフィックを上げるという立場になりますので、当然ガジェットでただ RSS を表示するっていうのは一案だと思います。でソーシャルっていうことで生かすとすれば、例えばそのアクティビティストリームということで、やっぱり口コミの伝播バイラルの効果っていうのはすごく期待できますので、例えばそこでニュースがこう並んでいるところの横に星ボタンがあって、星をクリックするだけでアクティビティストリーム流れる、でその、ガジェットを入れていない友達までアクティビティストリームでそのニュースを知ることができて、そこからニュースサイトに飛んで実際に読むことができるみたいなアプリケーションを僕はイメージしますね。でしたら川崎さん。そうですね、そうですね、新聞社で、じゃあ我々が新聞社だとすると、ソーシャルだとその身近な問題が扱えた方がより密度の高いコミュニケーションできると思いますので、まあ、ジェネリックなものよりも、まあ、ジャンルを絞ったりするっていうのはやった方がいいのかなと思いますね。で、まあ、広告支援のプログラムと課金支援のプログラム、まあ、それで例えばそうですね、有料記事があるのかもしれないですけど、まあ、その先も考えるのが多分大事だと思うんですよね。まあ、それもありがたい枠組みだと思うんですけど、その先にさらにオリジナルのビジネスをどう作っていくのか、まあ、課金支援っていうのはすごく興味深いんで、それを使うのが大事だと思いますし、それ以外でもですね、そうするとその例えばジャンルを区切った新聞でだと猫好きには、今日朝から猫出てますけど、猫好きには猫向けの情報を提供していくと、猫好きの人が集まって、そのサイトではキャットフードがよく売れるかもしれないと。で同じようにセグメントしたコミュニティには、セグメントした商品というのが提案できると思うんですね。そうするとすごく品質の高いユーザー層が集まったコミュニティができて、それを活用するものをさらに考えていくというのが、まあ、次のステップになるんではないのかなと思いますね。なるほど、わかりました。じゃあ、ミキシー川岸さん。すいません、スライドをもう一回映してもらっていいですか。まあ、ちょうどニュースということで、まあ、この辺に用意したようにニュースがあるんですけど、僕らが考えているそのニュースというか、まあ、そのソーシャルアプリっていう考えたときに、その一つその個人消費型が今までのそのコンテンツだとすれば、人間関係を使った人間関係消費型と言ってますけど、まあ、そういうものがソーシャルアプリなんだろうと。でニュースっていうところで言うと、
今まではまあ自分の気に入っているニュースをまあ RSS で読んだりとか、あのまあお気に入りのニュースサイトで行って読んだりしてるんですけども、あのそこを人間関係を使ってソーシャルニュースにしていきましょうっていうことだと思ってます。でそれはもうちょっと具体的に言うと、友達が、このニュースは面白いと、ブックマークしたと、もしくはそのお気に入りをボタンを押したみたいなものを、アクティビティで流してあげて、それ を、自分が読んで、あこの僕の友達はこのニュースがあの面白いんだなと思ったというのを共感してもらう、もしくはシェアしてもらうと。でそれをさらにそのニュースまた読んで、あこれは確かに面白いと思ったら自分もお気に入りに入れれば、自分の友達にまたそのニュースをシェアしていくというようなことだと思っていて、そういう形でそのニュースあるニュースというものを提供したときに共感シェアをしていくことをこうで伝播していくとか連鎖的に行っていくのが、まあソーシャルアプリケーションとして、まあ提供できるその一つの形かなというふうに思ってます。はい、結構3社、いろんな意見が出てたんですけど、重なる部分もあったかなということ、一つシェア共有って言われてるところと、あと川崎さん言われたのも非常に面白くて、その、ソーシャルなところのものにセグメント化したものを出せるというところっていうのも、今まで普通にこうニュースサイトを開いてるだけではなかなかできなかったところ、もしくはニュースサイトによってはマイなんとかって言ってカスタマイズできるっていうのを持っていたとしても、そこを使うのではなく、あえていろんなプラットフォームの上でそういったフレーバーを出していくっていうところが魅力になるのかなっていうふうに今3社の話を聞いて思いました。で、時間もちょっとあれなんで、最後少し質問の時間残しておきたいので、皆さんにじゃあオープンソーシャル日本でも、ミキシーさん、グーさんはじめコンテナが揃ってきつつある、もしくはもうすでに出ているという状況で、さらに普及させていくためにはどういったようなことが必要か、どういうことをやっていきたいというふうに考えているかというところをお聞かせいただきたいと思います。じゃあ北村さんから。はい、そうですね、先日あのグーホームのリニューアルの時にプレスの方が何名かいらしてちょっとお話しさせていただいたんですけども、まだソーシャルウェブっていう言葉というか概念自体がまだまだ普及してないのかなという部分はちょっと感じているので、まだこれに関しては若干時間が必要なのかなと思っています。でどうやって促進していくかといえば、やっぱりあの、まあ、我々ポータルサイトとしてそれなりに進めていくつもりももちろんあるんですけども、ミキシーさんのようなあのみんなが使っているような、サービス のところからだんだんこう普及していくのがやっぱり理想的というか一番やりやすいんじゃないかなというのは思ってもいます。なのであの、まあ、例えば私がやっているソーシャルウェブジャパンというあのコミュニティ、あのディベロッパー向けのコミュニティがあるんですけども、例えばそういう場で啓蒙したりだとか、まあ、ミクシーさんとかグーホームとかっていうサービスから攻めていくという形で、広めていければなと思っています。はい、実はまた同じ順番なんですが、川崎さんお願いします。はい、そうですね、リクルートでは比較的早い段階からオープンソーシャルいろいろ活動してきまして、まあ、最初は本当に知ってもらうことが大事だったと思うんですね。あの復旧っていうか、まあ存在を知ってもらうとか、こんなことができるんだよって啓蒙活動が多かったと思うんですけど、正直今日の GDD を見ると、まあ、宣伝という意味では東京ではもうある程度目的が達ある程度のレベルまで行ってきてるのかなという感じはしますね。今日の午後の及川さんのセッションもかなり立ち見でしたし、陽一郎さんのも立ち見で、今日も満席、ここのセッションも満席で、東京ではもうオープンソーシャル宣伝しなくてもいいかなと、もういらないかな、まあ、これからは地方の時代なんで我々つか地方でセッションを持つべきかなというのはあるんですけど、まあ、東京で宣伝だけじゃなくてですね、もう本当にそれにビジネスが回っていくっていうのが次の段階とすると、やっぱ我々として欲しいのは復旧させるためには、まあ、成功事例なのかなと思いますね。で我々も30本出すと言ってるのは、あのその成功事例を自分たちでまず掴み取るというのがその第一歩だと思いますので、我々が取れれば我々には嬉しいですし、そうでなくても日本でこう成功する事例というのがどんどん出てきてほしいなと、その一員として思っています。でしたら川崎さんお願いします。そうですね、あの、まあ、北村さんが
言ってる通り、まあ、ソーシャルウェブというのが、まあ、ここはもうみんなさん、あのそんな当たり前だっていう話なのかもしれないですけども、まあ、全般的な話で言うと、まあ、ソーシャルウェブというのはソーシャルって何なのかっていうところの、まあ、理解がまだまだなのかなと、というふうに僕はちょっと実感としてはあります。で、でまあ東京は十分なのかどうかっていうのは何とも言えないんですけども、あの、まあ 地方も含めて、あのもっともっと啓蒙活動を知っていかないといけないなと思ってますと。で、マミクシーとして、あのやっぱり、ソーシャルアプリケーションやっぱ入らせたいと思ってますと。でその中で、まあ、さっきマネタイズの支援のスキームなどもご説明しましたけども、まあ、そういうものを用意していくことで、まあ、実際やっぱりその今川崎さんおっしゃったように成功事例をやっぱ作っていくしかないのかなということかなだと思ってます。で、まあ、それが実際僕らが、まあ、もしくはもうグーホームさんはローンチしてますけども、ローンチしたタイミングでどん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 そういう事例ができてきて、まあ、この業界面白いなみたいなことが、まあ、実際で出来上がってくるといいなということかなと思います。でもう一つ申し上げると、やっぱりどんなソーシャルアプリケーションがいいのかっていうのは、まあ、ミクシーだけでなく、まあ、グーホームさんで求められることと、まあ、ミクシーで求められることっていうのは違うと思うので、まあ、そこの部分をやっぱりその作られる方に、まあ、どういうふうに、まあ、自分の持っているアイデアとかサービスをアジャストして提供していくのかというところをやっぱりフェイスとフェイスで話していったりとか、もしくはそのいろんなところで情報交換したりアイデア交換したりしていく、まあ、そんな活動をやっぱやっていかないといけないのかなと、そんなふうに思ってます。はい、ありがとうございます。でしたら、残りの時間質問もしくは、こう私も含めて構いませんので4社に対して、リクエスト等ありましたらぜひとも聞かせていただきたいと思います。ご質問ご意見ある方挙手お願いします。こちらお願いします。ありがとうございました。コンテナの、お二人にちょっとお話を聞きたいんですが、たくさんのアプリがアップされてきてくると、こう一部の人気のあるものばかりが上にあって、新しいものを作っていってもみんなに入れてもらえないんじゃないか、インストールされないんじゃないかという不安があるんですね。そうなってくるともう、ここにこの SNS に投入しても意味ないなとか、もうアプリを作っても意味ないなというふうなモチベーションの低下につながってしまうと思うので、その入れたアプリケーションをこうどうしたらこう新しいものもピックアップしてもらえて、こういろんなユーザーにインストールしてもらえて、で 2,3 個入れたからもう満足ではなくて、もう何個でも何個でも面白ければ入れていこうと、そういう文化がおそらく根付いていかないといけないなと、このコンテナアプリを作る側としては思うんですが、そういった面についてこういったことを考えているとか、こういうふうな、何か策があるんだよということがもしあるんであれば教えていただきたいなと思います。どちらからがいいですか。できた、はい、今のは結構いい質問だと思うんですけども、やっぱり一番に言えることはアクティビティストリームの話だと思っています。で、ちょっと手前味噌の話になってしまうんですけども、ミクシーさんですと今の アクティビティストリームというまず日記があって、その下に写真があってみたいな形でこうジャンルでこう最初から分かれちゃってるんですね。なので例えば日記しか興味のない人は上の方だけ見て終わっちゃしまうので、この例えば誰々が何々ガジェット入れたよっていう情報を見ることなく終わってしまう可能性があります。それに対してグーホームはもう今回リニューアルに際してアクティビティストリームということで、外部サービスのフィードとかグーのサービスのフィード、それからグーホーム内での行動およびグーで使われているガジェットのアクティビティ全部1個にまとめて時系列で表示しているので、とりあえずユーザーさんはそこをバッと見ますと。そうすると普段見つけることのない発見っていうのが生まれてくるんです。なのでそういった形でアクティビティストリーム、バイラルの効果というのは期待できると思います。あとは、ガジェットギャラリーにおけるレビューシステムの、出来とかですね、その辺はちょっと気を使ってやっています。はい、じゃあ川岸さんお願いします。そうですね、何とも言えないですけど、一つ言えるのは
まあ、アプリケーションもやっぱ新陳代謝が起きると思っていて、いいアプリケーション で、であってもやっぱり多少廃れてしまったりとか、そういうものもあると思うんですね。でそこは、まあ、ユーザーが結局選択して、まあ、どれを使うかとか、まあ、これは使わないとか、まあ、そういう選択をしていくことになるので、まあ、その、まあ、自然の新陳代謝というのを、まあ、起きるかなと。で SNS は、まあ、先ほど言いましたけども、マーケティングコストはかかんないというふうに言っていて、で一人のユーザーをつかめれば、及川さんが6ディグリーって言ってましたけど、6ホップすると 95% までリーチするっていう、まあ、仕組みを持っているので、そういう可能性が、まあ、あるというところで、まあ必ずしもそのメジャーアプリがずっと居座るってことではなくて、いいアイデアを超え、その流行ってるものを超えるアイデアさえ出せれば必ずそれを乗り越えられるというか塗り替えられる、まあ、そんなマーケットじゃないかなと僕らは信じていて、まあ、実際その Facebook とか、まあ、他の、コンテナのアプリ見ていてもアプリケーションのアイデアさえ良ければ必ずその乗り越えるというか塗り替えられるというか、まあ、流行ってるアプリというのは変わってくるというふうな事象を見られているので、まあ、そこの部分は僕らはそう思っているというところですね。はい、はい、他にご質問ございますか。はい、こちらお願いします。今マイクが、すいません、ミクシーさんの方にお伺いしたいんですが、インディーズアプリと公式というかミキシーとして検索に引っかかるアプリと の分類を行われるという予定だったと思うんですが、それ のフィルターの基準というかどのぐらい の基準でそれを分けることになるかっていうのをお伺いしたいんですが。いいですか。ちょっと弊社の独自のご質問いただいたんでちょっとお答えします。ちょっとスライドを落としてもらっていいですか。いいでしょうか。出るかな。まずインディーズアプリと認定アプリっていうのカテゴリー名を、変える予定です。で、開発中アプリと公開アプリっていうカテゴリーに変更します。で、公開アプリに関しては、公開に向けたチェック、ネガティブチェックのみを行って、基本的にはどんなものも出していくという形で今考えてます。なので、まあ、フィルターというよりはまあ、本当にまずいアプリでないかというのを僕らの目で目視させていただくという作業をした上で、基本的にはユーザーに出していくという形を考えています。はい、ありがとうございます。はい、それではちょっと時間となりましたので、以上で終了とさせていただきます。皆様のこう静かながら熱いものを感じ取れた気がいたします。ですので、最初私ども4人のパネラーやモデレーター含め4人が思っていた通り、こう出ましたらぜひともソーシャルウェブといったものを考えていただき、オープンソーシャル対応といったものを考えるきっかけにこのパネルディスカッションがなればというふうに思っています。最後までのご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。